さあ始まりました中島家チャンネルでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は西広島駅にやってまいりました。はい。なんでここに来たかと言いますと、はい、グルメなディレクターさんに、うんうん、はいはい、美味しいカジュアルフレンチのお店があるよって伺ったので、はい、そう行かせていただくことになったんですよ。そうなんでございます。まあ、でも本当にあの西広島駅周辺はグルメのお店がたくさんあるので、いやそうすごいですよ。もうくぬぎもあるしね。私もここ何度も取材させていただいたことある。生ハムの専門店だよね。ご無沙汰してます。あ、こんにちは。あら、ここに移ったんですか。そうなんです。ほんまですか。はいはい、ちょっと後で来ていいですか。今日6時までなんですよ。わかりました。6時まで。6時ね。はい、そうなんですよ。こんにちは。こんにちは。 ありがとう。こんにちは。すいません、後ほど。さて、もう本当にすぐだよね。もう歩いて、はい、歩いてすぐのとこですよ。はいはい。これまたここなんですよ。はい、パッと見ね、なんかちょっと何屋さんみたいな西広島にカジュアルフレンチカフェ誕生。ほう、はい、こちらコタンさんでございます。はい、そうです、そうです。デートです。デートでございます。いや、すごい西広島の人皆さん声かけてくれる。 ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。あ、こんにちは。ありがとうございます。あ、ですよね。はい、そうですか。はい、もうもちろん。こんにちは。すみません。こんにちは。ごめんなさい。すいません、今日は突然に。ありがとうございます。ありがとうございます。お店はいつオープンしたんですか。4年前。あ、4年前。そうなんだ。へえ。あのお店のなんか特徴なんかもしあればそんな面白いこと聞いてないでしょ。何だいみたいな。カジュアルフレンチ。カジュアルフレンチ、はい、はいはい、それ表書いてありまして。じゃあワンプレートでランチが、うん、はい、なんかフレンチなのにワンプレート。へえ。楽しめるの。何品かこうあって、いいじゃん。お魚入ってて、あ、じゃあ一皿で両方楽しめるみたいな。そうです。おお。よし、じゃあそのワンプレートの、え、なんかシェフ、オーナーさん、はい、すごい人なんですかやっぱり。なんか腕の。あ、めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいですか。え、何が一番好きとか。何？でも何でも好きです。ここに入ってまだ4キロ太ったぐらい。あ、それ何よりの証明。あ、何よりの証明ですね。そうか。そうなんだ。相当な腕の持ち主ですね。はあ。これは何ですか。アボカドの種。アボカドの種。なんか甘皮みたいな。うん、ある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 。剥いて、水につけてたらこんな。わ、すごい。すげえ。え、これ最終どうするんですか。最終は。食べます。最終アボカド。え、どうなるんですか。食べれるまではいつ。 10年かかるんですけど、実がなるんで、これはアボカド王になります。ほう、なってください。それはそれはなればいいじゃないですか。アボカド王になります。いやいやいや、聞こえなかったんじゃなくて、聞こえた上でのリアクションです。すごい。 王になるために今着々とご準備が。へえ、10年後。怖いんですけど。これ何、発音。一番最初に目が出たんで、カツオです。カツオ。2個目がニコちゃん。ニコちゃん。3個目サトルです。サトル。はい。不思議な一面しかちょっと私は見られてないんですけど、料理は超有名。だってね、あのグルメディレクターがピカイチだっておすすめされたので。美味しいと言っているので。いや、そう、アボカドですね。アボカドが作る。いやいや、だから面白くないですよ、それ。いや、なんかこの感じいいですね。なんか私フレンチって聞いてたから、ちょっとこう敷居の高いイメージがあったね。ちょっとちゃんとしないとなと思ったけど、やっぱカジュアルフレンチってことですごいなんかリラックス。カジュアルが過ぎるね。いいですね。
い、それじゃあはい、これが週替わりのワンプレートランチ、はい、いただきたいと思います。よーすごい、このプレートを頼めば、はい、なんかこの週のお魚料理もお肉料理も両方いただけるっていうこと。そういうことね。もうだからちょこちょこ食べたい、うん、そういう欲張り女子とか、はいはい、もう超おすすめだと思います。いただきます。いただきます。いただきます。うん、うん、いいじゃないですか、ね、うん、うん、ソースは分かんないこれ、分かんない、うん、なんかでも、うん、なんだろう、優しい味だね、うん、ほんとね、ね、軽い味付けというか、うん、このソースは何のソースですか。今週は、うん、豆乳のクリームソース。はー、豆乳のクリームソース、すんごい優しい味わいですね。おみだにシュッとするために、シュッとするでもアボカドが、アボカド、はい、え、このこれ何、何だったっけ、チャーシュー何だったっけわロープ、米進む感じの味だよね、うんお醤油とか入ってんのかな、フレンチだけどね。何ソースって言うんだろう。呼んだらまたこう来てちょけるからさ。アボカドが見てみよっか。もうアボカドをカットしたいんだけどすごい言うやんごめんじゃあ切り取れんね、これじゃん。この燻製のお手皿、燻製してるってね、うん、あうわ、これ中何が入ってるんですか。いぶりがっこみたいな味がする。あ、そう、いぶりがっことスモークチーズ。うわ、めちゃくちゃうまい。え、どの時点でこのスモークをするんですか。生まれた時。生まれた時、はい、僕が生まれた時ですほらもうもうありがとうございました。あのお帰りくらい扱いせずに人間かとごめんなさいそうなんだ。いやだから、あーもう、いや本当にね、なんか私思う、こう料理のうまい人ってなんか面白いね。え、なんていうの、遊び心、面白いか、面白いよウィットに飛んでる。一発で好きにはなるけどな。あ、いや本当、うん、そして、うんうん、やっぱりこれ、はい、こちらは塩パンだ、はい、おしゃれだよ。あらあら、あー美味しそう。まあ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 、まあ、あら中、うわーうまっ。パンもね、系列店で作ってらっしゃるんだって。うん、いや本当にね、うん、このお肉すっごい美味しいんだけど、ソースがね、なんと言ったらいいんだろう、どんなソースなんだろうね。聞こう。ボケるって。え？ボケてくるって。なことないって。すいません。はい、このいいですか？ちょっと。はい、そう、このローストポークの、うん、このソースってどういうソースですか？これは普通に赤ワインと牛肉の。うん、焼いた出汁を取って、西洋わさび、もうだから入ってるっていうことで、西洋わさびが、そうです、ちょっと、なんかご飯にもすごい合いますよね。ね、でも聞いてるとご飯じゃない感じだけど、じゃない感じ。だからお醤油とか入ってないってことですか。特に入れたんですね。すごい、さすがですね。僕生まれがフランスなんでこれはどこまで信じたらいやもう本当、あの、何か言わないと気が済まない。もうここまで来たらもうただじゃ帰れないみたいな、すいません、もうありがとうございます。すいません、読んどいてあれですけど、さすがです、ありがとうございました